上運動食ブータニッピーようこそ。カビ本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファミリーマートコレクションのお菓子をいろいろと買ってきましたので、まあ、こちらを食べたいと思います。こちらが枝豆スナック5種のフルーツ5種ミックスナッツ&フルーツドーナツ鈴鹿ステラ二度焼き醤油せんべい小さなオールレーズンですね。どれも美味しそうですね。じゃあちょっと体のことも気にしているのでちょっといいかなということで、こちらの枝豆スナックから食べていきたいと思います。おお、中身確かに枝豆ですね。ではいただきまーす。和菓子、洋菓子、おせんべい、スナック、お野菜、いろいろあるな。どれも美味しいけど、やっぱり一番は、決められない。まず最初に食べたこちらの枝豆スナックは、こちら、山形県産のだらち豆を使っているんです。だらち豆って確か前にカルビーのポテトチップスで食べたことあるんですけど、それよりも豆の味が強くて、外見も豆そのままなので豆を楽しみたい方はこちらの方が美味しいですね。でほんのりした塩気とカリカリとした食感は美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。続きましてこちら5種のフルーツナッツ&ミルクじゃねミルクじゃないミルクじゃないフルーツだもうそれぞれのナッツのザクザクとした食感とドライフルーツの噛んだ時に広がってくるじゅわっとした甘みがとっても良かったです。結構歯ごたえがありますので朝ちょっと食べたい時にいいかもしれませんね。しっかりと味を感じることができましたね。これもこちらの点数とさせていただきます。続きましてこの小さなオールレーズンこれだけで1日分の鉄分が賄えるということですが本当でしょうかというのは一旦置いとくとしてしっとりとした生地の中からレーズンの甘酸っぱさがじゅわっと広がってきてこれも美味しかったですね。小さいのでパクパク食べ進めることができたのも良かったです。なのでこれもこちらの点数とさせていただきます。なんか4時ばっかり出てるな。じゃあこちらの鈴カステラなんかカステラというよりちょっと外側は硬かったですね。もうちょっとしっとりかなって思ってたのですがでもね外側には砂糖コーティングがまぶされていて自分が思ってたカステラとはちょっと違ったかなというような気もします。カステラの甘さがどちらかというと内側から来るようなイメージがあるので、そういうことは違うんだな。まあ、美味しくはあったのですが、思っていたのとちょっと違ったかなということで、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちら。二度焼き醤油せんべい。これは、2回焼いてるので結構歯ごたえがあって、しっかり噛まないといけないので、顎の訓練になりますね。確かに香ばしさを感じることができました。ただ、ちょっと硬すぎるところで好みが分かれるかなということもありましたのでこちらの点数とさせていただきます。そして最後の練乳蜂蜜ミルク練乳蜂蜜ドーナツこちらはしっとりとした生地のドーナツで食べていくとちょっとシャリッとした音も感じられてパクパク食べ進めることができました。蜂蜜なので甘さが優しめなのも良かったですね。ただ個包装になっていないので保存には向かないかもしれませんというわけでも美味しかったし、なんかクリームとかつけたくなるなっていうような気持ちにもなすしてくれましたので、こちらの点数とさせていただきます。はい、ファミリーマートコレクションのお菓子の6袋、どれも美味しかったです。それでは、卒業を妻もするのにできぬけ。妻が卒業するってことは、なんでできないんだろう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。